スノーオータムがお届けする How to Revit Basic 1-1-31 プロパティフィルターです。 Vim シムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをノウハウをもとに分かりやすい動画と解説でお届けしています。プロパティフィルターについてです。タイプセレクターのすぐ下にあるのはツールにより配置される要素のカテゴリー、または作図領域で選択された要素のカテゴリーと数を識別するフィルターになります。複数のカテゴリーまたはタイプが選択されている場合、すべてに共通のインスタンスプロパティのみのパレットが表示されます。複数のカテゴリーが選択されている場合、フィルターのドロップダウンを使用して特定のカテゴリーまたはビュー自体のプロパティのみを表示しましょう。特定のカテゴリーを選択しても選択セット全体の影響は与えません。いかがでしたでしょうか。本日の How to Revit Basic はここまでです。また次回お会いできますことを楽しみにしております。